This is キャット。イエイ。キャットミュージックカレッジ専門学校ダンス学科の魅力を伝える This is キャット、メインで進行させていただきます。ダンス学科担任の黒田です。よろしくお願いします。黒ちゃんよろしくお願いします。はい、そして僕はキャットダンス科の総監師を務めるマシン原田です。よろしくお願いします。お願いします。それでは今回のゲストご紹介します。海星さんです。イエーイ、海星インザハース。キャットの方で講師をさせていただいています海星です。よろしくお願いします。お願いします。それでは自己紹介の方お願いします。はい、ブリーチっていうチームとコレオリングスっていうチームで活動させてもらってるんですけど、インストラクターを中心にチーム活動とアーティストさんのバックダンサーやったりとか、そういうことにも関わらせてもらってます。アーティストはどういったアーティスト最近やってるの？ワンマンライブで野外のホールでバックダンサーさせてもらったり、最近やとすごい縁があってそのビルボード大阪でのライブに参加させていただくこともあって、多方面活躍中ということで、はい、はい、では海星さんのダンスのスタイルを教えてください。くくりで分けていくと、大きくはスタイルヒップホップって呼ばれているものなんですけど、スタイルヒップホップって名前がついてて踊られてる方たちの中って結構一人一人がもう全然違うくて、そうやね、一応一括りできへんよねスタイルヒップホップって、はい、僕はジャズの方と踊ることもあったり、感情やったりとかのを大事にしてるっていうのがメインなスタイルやったり、もちろんいろんな方と踊るんで、スタイルヒップホップで自分はこうやからこっちの人たちのは全くできませんってわけではないんですけど、でも共通する部分がある中でもそれぞれ多分これに特化してます、ヒップホップに特化してますみたいなのがすごいあるジャンルでやらせてもらってます。邦楽洋楽どっちの方が多い？すごい邦楽が今は僕は多いんですけど、もちろん洋楽も大好きなので、作品も作ったりもするんですけど、自分がレッスンさせてもらってる中で来てくれている層の方たちにも身近な曲でも踊れるよっていうのも伝えたかったりとか、いやもう海星ね、今喋ってるイメージ通りめちゃくちゃ優しいですね。でやっぱりね、こう何回か作品見たけど、いやめちゃくちゃ優しいし、センシティブですごい細かいね、歌詞とかも全部取っていってとか、その表現めちゃくちゃ好きやねん。ありがとうございます。今のシーンでは振り付けが中心となるコレオグラフイベントが結構多くなっていると思うんですけれども、海星さんがこう参加するにあたって重視していることだったりとか、逆に参加されている方にこういう風に参加してほしいよというのがあれば教えていただきたいです。はい、ナンバーイベントって呼ばれるものとかがすごく増えてて、そうね、もうイベントの中心がもうそっちやもんね、数で言うと、いろんな人たちが出す機会も増えてて、出る機会も増えててってなって、やっぱり僕が大事にしたいのは、やっぱり一番最初に今自分の近くにいる、まあ、レッスンに来てくれているやったりとか、今こうやって関わってるって人たちにまず声をかけてて、でもそこはこの中にいるからこうしてるよみたいなっていうよりかは、周りにいる人に何を返せるかって思った時に、自分がこのイベントこういう風な思いがあるから、このメンバーで出てほしいっていうのをやったりを大事にしたいなって思って、でもやっぱりそれをずっとやっちゃうと、新しく来てくれる人たちが入りにくくもなる、あの中の子しか無理なんやみたいに思われるもんね。一般募集します、はじめましてでも大歓迎ですっていうのはあるんですけど、やっぱそうやっての出会いはいっぱいあったりしたんで、でそういう時に逆に参加してくれる方々にこういうの気をつけた方がいいよみたいなのがあって、うわめちゃくちゃ聞きたいな、はい、僕の中でなんですけど、レッスンであれ業界であれナンバーであれ、踊ってるのはやっぱそれがメインなんですけど、人と関わっていくことやなってすごい思って、で僕の進め方が特にここをやってる間、ここの人たちはみんなで相談して練習してねっていうのをやるってなった時に、そこの関係性がそれぞれ築けてないと、
みたいな、この空気この空気がやっぱりこの子たちとですかみたいな、また喋ったことないんですけどっていうのをやっぱりなくしたくって、授業の中でもすごいそれは大事にしてたりとか、やっぱそこでできる人間関係ってもしかしたらそこからダンス人生でずっと付き合っていく仲になるかもしれないし、やっぱそういうつながりは大事にできたらなと思ってます。いや、もう人生、ダンスとの出会いもそうやし、人間との出会いもそうやし、もう全て出会いからね、発展していくからね。いや、そういうとこほんまめちゃくちゃ大切にしてるっていう雰囲気あるから、ありがとうございます。キャットの話題に移りますが、はい、キャットで教えていただいて何年になりますでしょうか。はい、僕はキャットに入らせてもらって5年目になります。いわゆるコレオグラスっていうスタートをさせてくれたのが海瀬やからね。ありがとうございます、うん、担当授業は何を担当していただいてますか。1年生の必修でスタイルヒップホップと、2年生の選択授業でコレオグラフィーゼミをやらせていただいてます、うん、授業の中で重点を置いていることは何でしょうか。1年生の必修なんですけど、自分のジャンルはこれなんで、これ初めてなんですよねってやっぱ絶対あるなって思って、自分の中ではまず入学してからの 1,2 ヶ月の期間でどんだけこのジャンルに興味持ってもらえるかっていうところから入っていくんですけど、自分のいつもやってることをやっぱりそのままで伝えれたらっていうのはもちろんあって、でそこからこういろんなことを足していきながら、体の使い方やったりとか、こういう時にこういう表現するのを意識してるよって言ってたりとか、こっからどうしてジャンルを選んでいくかのこうワンステップになればいいなと思って、結構いろんなことを試すんですけど、曲の感じやったりとか、1年生の時にもじゃあこのグループこのグループこのグループで別のテーマを弾いてもらって、でじゃあこれで今からみんなで曲選んで作ってください、どうぞみたいなのをやっぱりやるんですけど、絶対振り付け作る覚えるってどのジャンルでも本番ってなってきたら、どうしても必要になっちゃう時が、じゃあね、必ず必要やね、もうそこに覚えるのがすごい苦手っていう意識があると、仕事ってなってもつまずいちゃったりするなって思うんで、それがちょっとでもなくなるように、僕のジャンル通してでもそういう風に振り付けの量をどんどん多くしていくんですけど、なんかそこを覚える速さも速くなっていってもらえたらなって1年生は。続いて踊りの技術に加えて、まあ、振り付けとか構成を自分で作っていくという技術を上げるために授業の中で指導していただいていることありますか。次2年生のゼミに関わってくると思うんですけど、そのゼミってなると必修からのこのメンバーからそれぞれやっぱ枝分かれしていって、で人数的にもちょっとキュッてなるんですけど、その分やっぱできることがあるなって思いながら、構成を振り付けをそれぞれで作ってもらう、それを僕が見てこうした方がいいんじゃないっていう時間をやっぱ設けるのも多くしてたりとか、3、4人のチームを4つぐらい作ってある程度作ってもらったものを僕がジャッジシートを作って1コマの授業の中でのコンテストとかをやったことがあって、でもやっぱりジャッジしてるのはお互い自身やから、一番身近な人に見られてる、こうやらなっていうのもやっぱ大事やったし、よかったなっていうのと、ぶつかったりとか考えたりっていう時間をなるべく取るようにしてて、僕がもうこうこうこうですこうですこうです、はいどうぞってやるのは、できるけど簡単っちゃ簡単なんですけど、何も成長がないもんね、そこに。他で言うと1時間半で3分ぐらいの曲を、もう1曲丸ごと、じゃあ今からこれをバックダンサー風に作るから全員1時間半で全部覚えてください。すごい、それは大変やな俺は自信ないなっていうことを昔やったことがあって、ゼミ内で初め1番2番サビ終わりまでいけたらいいかなと思ったら、やっぱりみんなもそこでガッて火ついてくれて、いやもうこれあとほんまに5分10分しかないけど、もう全部完成させようってなって、でそれをやりきれたのはやっぱりすごい大きかったなとか。素晴らしい、はい、でもこれ卒業してから生きることばっかり教えてくれてるってことやね。
みんな生きてますか経験が生きてると思うよ続いて、はい、キャットでは毎年発表会がありまして、はい、学生が自分たちで振り付けとか構成作ってるんですけども、はい、相談とか結構海星さんに、はい、みんな聞きに行ってるかなと思うんですが、はい、どういったアドバイスをされてますか、はい、僕なりの視点で見ようって思った時にここのさ出はけの歩き方気になるとか、あ踊り出しはもちろん大事なんですけど、うん、やっぱ移動も出はけ履けていく時も気をつけた方がいいよとか歩き方一つでやっぱり、うん、特にスタイル作品やりたいですっていう時の曲って、うん、結構やっぱ雰囲気が大事だったりとか、うん、そのすごい悲しい曲ですごい気持ちを込めて今からあと185に踊りますの入ってきてる18がすごい後輩的なほんで急にこうなんだこれはね極端やったんですけどでもこれぐらいもう笑ってしまうやんそんな違うやんってなるようなこともちょっとでも伝わったらとか、うん、やっぱ板の上に乗ったらねみんな見てるねんから多分その子は踊ることしか考えてないよねそこまで集中してるからもううーんよしみたいな感じなんだよね逆にねやっぱそこの踊る瞬間にかけようって思えてる気持ちは絶対に残して前後も綺麗にできたりとか、うんうん、あとはやっぱその例えば誰かを見せたいならこっちの人たちもこの全体が何をしてるか分かりながら例えばポーズ止まってる時に顔を下向いた方がここが目立つよねとか自分が踊ってない時も作品はずっと流れ続けて進んでて全員が引きで見た時にあやったら自分のポーズはこの時はこうじゃない方がいいかもとかソロ出しをするためのダダダダダダダってこう流れていってる中で、まあ、自分だけタイミング早い遅いとかでもやっぱり全体のこの子のソロを出すための盛り上がる演出やったのにってなっちゃうから、まあ、そこは構成的なところをなるべく言うようにしながらというアドバイスまあでも一つの作品やからね、はい、いやさすが海星ならではの話が聞けてよかった、はい、ありがとうございます、はい続いてキャットでの思い出深いエピソードを教えてくださいこれはもう決まってるんですけど絶対卒業っていうタイミングが、ね、あるんでその時に、まあ、ゼミの子たちが特にその2年生の1年間こうやって頑張ってくれてありがとうとか話をしててのある年にありがとうみんなみたいな楽しかったねみたいなのしてたら全員が立ち位置に突き出して何ってなってで座ってください真ん中の前でってなってしたら今までのそれも多分1年生からも含めてやったり2年生になってからもの僕の授業でやった振り付けをみんなで回してブワーって踊ってくれて全部踊ったみんなの中で印象に残ってくれたのだったりそれをブワーって踊ってくれてるうわーを見て僕はもううわーですいやそれそうやわなやってきた甲斐あるやんもうそんなに思いを込めてね授業を受けてくれてたんやったらも10分間のみたいなしてくれた量が多いからとかじゃなくてやっぱその年ごとにやっぱいろんなドラマもあればこの年はこうみんなわーって泣いちゃったよなこの年はすごい笑顔で爆笑して終わったよなこの年がたまたまこうやって踊ってくれて
印象ってなったら、うん、あこれ残ってるなってのがすごい。いやそりゃ残ってるよね。えなありがとうね。続いてキャット生の印象を教えてください。1年生の時はダンスとしての経験もダンスと の, この距離感、うん、このレッスン受けてるあんまり受けたことないっていうのも違うから、うん、それぞれの中で今からすごい向き合おうとしていってるんやなとか、やっぱ1年経つとその環境の中で自分はこうしていきたい、やっぱりみんな見つけていったりとか、うん、2年生になってさらにゼミもっと絞っていきますってなってって、うん、2年生になったらやっぱすごいしっかりしていて先輩にもなるし、やっぱその1年後卒業で自分がダンサーとしてやっていくっていう自覚も絶対出てくるし、うん、1年生の入ってから2年生の卒業するまでの成長がすごいキャット生はいつも僕は感じさせてもらってるなっていうのと、うやっぱ毎年それを見るたびに自分も頑張ろうって思って、やっぱそうさせてくれる印象が毎年あります。はい、続いてキャットの魅力を教えてください。やっぱりそれぞれが何がしたいかわからないっていうところから始まったとしても、やっぱりいろんなものがあって触れる機会が絶対にちゃんとあるから、これがこれって思うようになれたかもみたいな風になっていったり、逆にこのジャンルでやってきて好きやったけど、でも1年経ってみたら、あ自分ってこっちをこれからやっていきたいかもみたいな、そういう発見ができたりとか、やっぱりこう先生との距離が近く、で相談もしやすく、やっぱ卒業してからもずっと仲良かったり、いまだにジャンルも全然違くて、こうパッて現場だった時に、あおはようみたいな、やっぱそこで一緒に仕事できたりとかした時に嬉しいなとか、その先でまたその時に同じ立場で会えるってやっぱ幸せなことやなと思うし、関係性が築いていけるのが魅力かなと。中高生のダンサーの方にメッセージをお願いします。僕の中では向き合おうとかやりたいって思って進んでいったら、絶対にそれでしか得られへんついてくるものとか、それでぶつかる壁がいっぱいあったとしても、そこでできたチームメイトになる人が横にいるかもしれへんし、なんかすごい楽しいと思ってやってたら気づいたらこんなとこまで来れたっていうのももちろんあるし、ただやっぱりそれは好きって思う気持ちが自分も大事にできたりとかしてのねと思うので、今好きって思うことはもうずっと大事にしてください。敷居が高いなんかこういうことがあるかもしれへんなってい う, こう階段壁が見えたとしても、楽しい好きって気持ちにはその壁も階段も勝てないので、やっぱ超えていくために自分の気持ちを一番に大事にすることと、支えてくれる周りの方、家族の方、友達、いろんな方がいると思うんで、その人たちにもやっぱり感謝しながら、自分はこの好きなことでこんだけやれたよって、自分が例えば本番に出る時にその誘えてくれた人たちを呼べて、であこういう風に変わっていったんやって見せれるような、それがまたキャストでもそういう風になってもらえたらと思うので、僕はお待ちしています。はい、では最後に何か告知があればお願いします。WOD、はいはい、ワールドオブダンスっていう世界大会があって、その大阪予選に今回3月17日の大会で僕ジャッジさせてもらうことになりまして、場所は藤井寺にあるパープルホールっていうホールであるんですけど、その大会で予選上がったらまたアメリカ大会につながっていくん で、僕もこういう大きい大会でジャッジさせてもらうことがすごい光栄なんですけど、いろんな人にチャンスがある機会やと思うんで、いろんな状況が落ち着いてきて海外やったりいろんな場所に行けるっていうのがまた戻ってきてるので、この機会に作品見れたら嬉しいなと思うので、エントリーお待ちしております。では本日のゲストは海星さんでした。お疲れ様。ありがとうございました。